ケルイさんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、富士産経 FNN ですね、うん、はい、最新の世論調査出まして、うん、はい、石破内閣への不支持が支持を上回った、うんうん、ということなんですが、ただ気になるのが、はい、これ、続投、うん、石破さん続投していいよ、続投すべきではないか、うん、というのが意外に高いんですよね。そうなんですよね、支持はしないけれども、うん、続投していいというのは非常に不思議なんですけれども、うん、そうですね、このなんか微妙なというか絶妙な国民の意識なんか廃材ですよね、不思議ですね。国民って、まあ、例えば、うん、なんですか、今回の選挙で、例えば、この中止不記載問題、うん、政治と金の問題は、うん、疑念は払拭されたかって言ったら、はい、もう9割近くが、うん、いやこれなんじゃまだ説明になってないというわけですよ。非常に厳しいのに、うん、なぜか続けていいよとは言う、いやそこがわからないですよね、やっぱりその混乱が長引いてほしくないということなんですかね、だからもっと手を打つべきことが多いんでね、能登、うん、もそうですし、はい、まあ、景気もそうですし、うん、まあ、手取りの問題なんてね今脚光を浴びてますけれども、そういったものも、まあ、大きいんじゃないですかね、とはいえ私からすれば、うん、その混乱というか石破政権続いてること自体が結構リスクだと思うんでね、そもそも。あ、それそうですよね。なんでそれはどうなのかな、本当ありえないことばかりが起きていて、はい、それに驚いては政治を語る資格はないんですけれども、ありえないことがいっぱいあるのがこの政界なんでね、にしてもね、うん、これだけ大敗して、うん、総裁も幹事長も責任取れないっていうのはね、うん、それを許すまた自民党、どうなんだという話ですよね、うん、とはいえ、まあ、石破さんがね居座ると言っている以上は、うん、だから、うん、デイリービル、まあ、個人的にはね、はい、私とすればもう石破さん早くやってくれというネガティブキャンペーンに加えて、うん、ただ玉木雄一郎さん、はいはい、今衆院選で4倍にね議席を増やしましたが、うん、7から28ですか、うん、今非常にこう扱いも大きい、そうですね、その政界のキャスティングボートを握ってる、で実際こう、うん、ワイドショーであったり情報番組でももう話題の中心が今玉木さんの、特に103万円の年収の壁問題、そうですね、でなんとかこう言ってますもんね、事故を突き上げてくれればとね、うん、思ってるんですが、現実的なところとして、はい、まあ、これからも本当前ね、トリガー条項の時にはね、はい、自民党から県もコロロの対応だったんだけれども、うん、もう自民党にはそういう力ありませんし、逆に本当に今、山根さんおっしゃった通り、キャスティングボート握ってるんで、うん、これ国民、民主がね、どんどん押していく話になると思いますんでね、これは自民党譲歩っていう、そういう形になっていくとは思いますよ。まあ、これ実質、事実上のまあ減税とね、うん、取れていいと思うんですが、ね、まあ、これをまさに、うん、若い世代を中心に、20代、30代では、その、国民民主の、ね、支持が非常にこう多かったって話あるじゃないですか、比例投票先1位2位だったという、でそこで実際こう政治が変わりつつある、うん、というのがね、まあ、決まったことではないですけども、非常にこう何でしょう、これからの例えば投票率、上昇に向けてもこれいい例になるんじゃないかなと、これでもしもこう自公政権というのが少し揺らいで変わっていくんだとしたら、ね、そうですね、はい、いやいいことだと思いますよ、そういうのは、まあ、かねて私もこの場で申し上げてますけれどもね、はい、いつまでも自公自公って言ってないでね、もう本当政界再編、枠組みを変えていったらいかがなのかなと、それはそう思いますよ本当に、うん、とはいえ、例えばこの基礎控除等の話で言えば、はい、例えば財務省であるとかね、そのあたりはめちゃくちゃ抵抗するでしょうし、6兆なくなるとかね、7兆減るとかね、いや彼らやっぱり一番知ってるし、数字のマジックっていうかですね、やっぱ国会議員騙されてくんじゃないですかね、細かいなっていう話でね、高所得者ほどあれは得をするんだって言ってますけど、それは額としてはね、もともと納税額が違いますからという話 で、うん、 そうですね、そのマジックっていうのはね、騙されないようにと、プラス、まあ、自民党内でも例えば林官房長官、加藤勝信、はい、財務大臣、あのあたりはやっぱり財務省と同じようなことをやっぱり代弁者のように言うわけですよ、そのあたりこう抵抗勢力に、ね、負けず、玉木さんもなんとかね、財務省出身で誰よりも分かってるはずなので、ね、そうですね、いただきたいと思います。で、もう一つ、はい、こう抵抗が強そうなのは、外国人のパーティー券購入禁止問題、そうですね、これもね、佐々木さんがこのウィルでもね、このデイリーでもずっとこう訴えてらっしゃった。いや、そうなんですよ、政治と金の問題なんて、まあ、裏金なんて言ってね、レッテル貼りが、まあ、横行してましたけれども、私がこの問題の一番の肝は、外国人によるパーティー券の購入問題、これだって寄付が禁じられてるのにもかかわらず、外国人のですよ、外国人個人そして法人のからの寄付が、これは外国の意向がね、の影響下に入らないようにっていうことでね、政治資金規正法で禁止されてるにもかかわらず、パー券だけはね、どうぞ買ってくださいって話で、これ事実上の外国人による寄付ですからね、もっと言えば中国ですよ、中国人金持ってるしでね、で口も挟もうという話ですよね、で特に宏池会、これまだね削除されてないので、
関心のある方はネットで検索していただければ分かると思うんですけれども、まあ、宏池会と語る会って言ってね、でスペース中国なんか入れたりするとね、中国のレポーター記者がねちゃんと動画付きでですねレポートしてるんですよ。もういるわいるわ来るわ来るわでね、ざっと100人150人ぐらい、宏池会のパーティーにね毎年のように来てましたね、あれは良くないですね。林さんなんかもちょうど外務大臣終えた後ですかね、受付でねみんなとね名刺交換して握手してなんてやってましたよ、よろしく、これは問題ですよ、でこの問題を隠すことができるんであれば当時の岸田総理はね政治臨時審査会にも出るし、派閥だって解消するし、で本当の部分を本当に知られたくない部分を隠そうととうとうしてしまって逃げ切ったんじゃないのかっていうのが、私の岸田政権に対するこの問題の見立てなんですよ、でこの国民民主党、玉木さん、新葉さんがこのパーティー券、外国人によるパーティー券購入にねこれ規制をかけるっていうのも、これ国民民主もね主張していて、でそれにある種岸田さんの時代だったらできなかったかもしれませんが、石破さんというあまりパーティーに縁のない方そうですね、だからこそ、でこれもしかしたら自民党もねこれ協力して進めるんじゃないか、今政策協議やってますけど、っていうのはこれ大きな一歩だと思いますし、本当ね国民民主いいですよこの提案は、はい、本当にそれはね、ぜぜひひれって言えばね、はい、応援したいと思いますけどね、いや頑張ってほしいですね。プラス、国民民主が、これ、かねて主張しているのが、外国人による土地、の購入であったり、利用規制の問題ですね。はいはいはい、あれもね、対案出してるんですよ、それに、はい。もう去年ですかね、対案出してますよ、で。立派なもんでね、それもね。まあ、提案型って言ってますけれども、そういうのはやっぱり政策の正当だなという気もしますね、だからこそこの総裁選の時に石破さんが言ってた、外交安保、経済でのこの何でしょう、全く非現実的なこの政策っていうのは何だったんだって思いますけど、そうですね、それ全部引っ込めて、あの人は非主流派だったからね、はい、野党みたいにね空虚なこと何年きれい事ばっかり言ってればね済んでたんですけどね、いざやっぱりね責任政党のトップになった以上は、政党どころか日本のトップになった以上はね、そんなねふわふわしたね絵に描いたようなというか理想的なことばっかりで、ね、通じないっていうのはね、ご本人もよく分かったんじゃないですか、全部引っ込めてるじゃないですか、でこれでもしもこう玉木さんの、ね、力が今非常に大きくなってますけど、それで全部丸呑みして全部通しちゃったら、これも実情のもう玉木政権みたいな、そうですね、玉木さんが石破政権のブレーンみたいになっちゃいますし、ただ、ただそれをこう喜ばない自民党の例えば岸田さんとかね、宏池会の人たちもいるでしょうし、その板挟みというかそこ で、 そうです、ね、石破さんがどうなるかという、だから前ここでね、まあなんだろう、一つの想定で申し上げたのが、自民党自社さんの時みたいにね、そういうことを玉木さんをね主犯に担ぐとかね、いうありだなってことをお話ししたと思うんですけど、やっぱりそれは力技なんでね、できる人いるのかなって言ったらね、やっぱりいないですね、そうやって動ける人はいないですよね、今回のね自民党やっぱり高市さんだったらというのを、考えてしまいますが、まあすね、高市さんと玉木さん、やっぱり非常にこう、玉木さんね、おっしゃってるように、やっぱり近いわけですよ。すね、だからこう、トン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 進んでいったのかなと思いますが、今の逆にもう何にもない、基盤も人望もない、石破さんだからこそ、こう、玉木さんの番組せざるを得ないのかなと、ね、これは結果オーライかもしれませんが。ただね、人は香川でしょ、玉木さん。香川で知り合いがいるんですけれども、自民党員のね、はい、県連の。評判悪いですね、でもね、玉木さんはね。そうそう、なんか、言ってることがね、なんか、二枚舌みたいなことをね、自民党の評判悪いですね。確かに、私もね、一応玉木さん、最近のこの国民民主のこの快進撃は、非常にまあ、肯定的に見ているところはありますが、ただ、やっぱり忘れられないのは、森かけ、特に加計学園問題の時に、はいはい、安倍さんを、なんかね、よくわからない根拠で攻撃、連日のように攻撃しまくっていたことは、忘れませんが、だからこう 100% 信頼できるかって言ったらね、そうですね、結構ね、中国との関係もね、いろいろと襟を正していく部分もあるんじゃないかっていうこともね、その地元の方はね、おっしゃってましたけどもね、もともとはね、旧民主党、新馬さんはその民社党系なのかな、そうですね、とはいえ、旧民主党の悪夢の民主党政権の一味であったことは間違いない、そうですよね、あそこは本当、新馬さんがしっかりしてるんでね、幹事長はね。大丈夫かなという気がするんですけれどもね、そういったところで、だから主犯指名も、大きくそんなサプライズはなさそうですけど、そうですね、11日に特別国会召集ですか、立憲がね、イライラしてますよね、なんで野田さんに入れてくれないんだって言ってね、維新とか国民民主に対してですね、
うん、確かにそれに対して今のこの玉木さんの部分に対してはこう立憲民主党の支持者であるとかもう立憲民主党所属の議員がもう言っちゃってますけど、これはもう第二自民党だと昔こう、まあ、維新に言ってたレッテル貼りをね、うん、やってますけれども、そうですね、ただ小西洋樹でしたっけ、小西さんね、玉木さん、うん、国民民主はただ、うん、選挙中に訴えていた自らの自党の、うん、政策をただ実現したいだけじゃないのかと、うん、いやそれはそうだよ、いいじゃないですかね、それが本来の政党のあり方だよ、野田さんに総理になってほしいって言ってね、選挙戦ってきたわけじゃないですからね、その政権交代ありきというか、うん、それが目標のあなたたちとは違うんですね、それが第三政党としてのね立ち位置になってくるんだと思うんでね、あの主義主張通せばいいと思いますよ、本当に政権交代だけが目標だったら、うん、じゃあ立憲の皆さんも玉木さんにじゃあ入れてみてください、そういうことですよねそういうことなんですよね、ひっくり返せばね、うん、はい、改めて立憲民主党というのは、ね、うん、全く価値のない政党だとで痛感しますがね、そのあたり、うん、まあ、実際あの11日ね、特別国会プラス、はい、やっぱり今の国際情勢ですよ、うん、で次の動画では、うん、もうアメリカ大統領選、そうですね、トランプかハリスかというので、ねうんうん、お話いただきたいと思いますが、いよいよ、ね、もう目前に迫っているんでね、はい、むしろもうそっちの方がもう忙しげる云々より、うん、そうですね、地方が大事かもしれないで、そうですね、日本にとっては、うん、そのあたりでお話ししていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。